歴代龍が如くの人気キャラが絢爛豪華に揃った龍が如く維新。その発売を前に緊急開講した龍が如く維新が10倍面白くなる龍が如く基礎講座。講師龍が如く維新プロデューサー横山正義、生徒幕末ガールズ。今回は龍が如く3を徹底解説します。はい、龍が如く維新プロデューサーの横山です。まあ、今回も龍が如く維新が2倍3倍面白くなる龍が如く基礎講座第3回目ということで、まあ、今回も生徒役に幕末ガールズの皆さんが、じゃあ軽く毎回の自己紹介しましょうか。はい、今野アンナです、よろしくお願いします。はい、佐藤ゆめです、よろしくお願いします。はい、佐々木舞です、よろしくお願いします。はい、清水愛理です、よろしくお願いします。毎回同じでね、今度から順番変えてみましょうかまあ今回も3回目ということで、今日はまあ龍が如く3のお話をしようと思ってるんですけど、はい、龍が如く3って実はですね、出たのが2009年の2月26日ということで、実は結構時間経ってますね。っていうのは龍が如く剣山という宮本武蔵が主人公のスピンオフタイトル、今回の維新みたいな、実は時代劇タイトルが1本入っているんです、間に。佐藤さんやったとか？やってはないですけど、オブジェンダーやったの、はい、うん、やってはないですけど知ってはいます、はい、実はその時も桐生一馬が宮本武蔵の、そうですそうですそうです、維新と同じような形、同じような感じなんだけど、もっと言うと当時は桐生一馬之助っていう異名を持っていてみたいな、それで裏の顔は桐生一馬之助っつって生きてんだけど、実は宮本武蔵でしたみたいなお話なんで、ちょっと今回もう維新では桐生とかいう名前は一切出てきませんので、あくまでも維新はちょっと、維新とはちょっとニュアンスの違う、まあ、時代劇があったんですが、それを一回挟んでるもんなんで、まあ、2009年、結構2005年から話は始まってますから、時間的にはまあまあ経ってる、3年半ぐらいなんですね。2005年の12月が龍が如く1ですから、はい、うん、事件から3年半の月日が流れたのが舞台となっていると、龍が如く3はですね、実は、まあ、プレイステーション3になってすごく絵が変わったっていうのもあるんですけど、ものすごく特徴が1個あってですね、というのは沖縄が舞台になってます。はい、今作も真ん中主人公桐生一馬ですけど、あれなんか服違くねみたいな、顔はだんだん近づいてきましたね、最近の桐生。そうですね、うん、なんですけど、これ見て分かりません、この服。はい、なんか着物っぽい感じ、これアロハっぽく、アロハシャツ、そう、まあ、狩牛なんですよ、これ実は赤い狩牛を着てるんです。あ、というのはですね、実は彼龍が如く2の後、まあ、結構時間経ちましたから、どんなことやってたかっていうと、養護施設を沖縄で作るんです、はるかと一緒に。百億の少女はるか、まあ、1からいましたね、2も大きくなりました、綺麗になったね、大人っぽくなった。こいつと一緒に、このここに朝顔の子供たちと書いてありますけど、これを桐生さんですね、大きく生活を変えて、もうちゃんと職を持とうと、もう本当に裏社会から足を洗った、毎回言ってるんです、毎回もう俺は極道からは関係ないって言って、でその代わりちゃんと遥と生きていく道を考えた結果、沖縄に移住するんですよ。縄って書けるかな、はい、はい、沖縄に実は移住してまして、前ひまわりって養護施設の話しましたけど、そこからのまあ紹介みたいのがあって、やってみないかみたいな話になって、養護施設を経営する立場になったと。で遥と一緒に暮らして、身寄りのないこういう自分たちと同じような境遇を持った子供たち、彼らもねそういう人たちですから、を一緒に生きていこうみたいなことで、幸せに実はつつましく沖縄で生活をしているってところから話がスタートするんです。なんですけど、まあまあ当然世の中そうはうまくはいかず、うん、最初にちょっとした事件が起こります沖縄で、ってのが沖縄の現地に流動一家っていうですね、ちょっとした組があって、まあこれものすごい小さい組なんです、うん、組員3人ぐらいしかいないんじゃないかみたいな、なんですけど、まあまあ親分ですよね、地元の。で地元のこの親分とその子分、これ島袋力也って言うんですけど、これ親分と子分です、まあ、ここら辺とすごくこう揉め出すと。でそれなんでっていうと、
沖縄に土地買収問題というのが起こると。これどういうことかというとですね、まあ、要は基地みたいのがあるじゃないですか、はいはい、でその基地の土地とかあとホテルリゾートとかあるんですけど、まあ、そのリゾート関連の土地買収にこの沖縄のこの朝顔が引っかかってしまうわけです。朝顔って海辺のねものすごいいいとこにあるんですよね、うん、目の前海なんですよ、うん、遊べるんです、いいな。オープニングなんてね桐生さんが森でね魚ついておっしゃーっつってこう、食べるぞっつってみんなでその熱帯魚みたいなでっかいやつを焼いて食べるところから始まるぐらい、すごい夕日がいい感じで、そうそうそう、ね、海の中にも入っていけんですよね、そうそうそう、ゲーム中も、そうなんですよ、バシャバシャとか言って、でそういうのがであの砂浜でねこの子供たちの悩み聞いちゃったりとか、そうそう、それハートフルな展開が最初なんですよ、最初ね、うん、全然違いますね。一人女の子がめげてどっか行っちゃったらね、みんなでカレー食べるの待ってたりとか、うん、そこで泣くみたいなね、そうそう、そういうまあ生活感のある話からスタートするんですけど、まあその土地買収問題、リゾートホテルリゾートとかに土地を狙われて、うん、でその土地の権利を持ってるのがこの人たちだったんですよ、うん、ここの朝顔の、うん、で売るとか言い出すわけです。沖縄の彼らは彼らで沖縄ラブすごいのよ、うん、で沖縄って、まあ、基地に依存しちゃってたりいろいろあるじゃない。だからもっと沖縄にこうホテルとか、まあ、そういうのまあもともとあるんだけど、ちゃんと沖縄の人間たちが潤うようにしたいという、まあ、彼らは彼らの思いがあって土地を売りなさいみたいな話するんだけど、いや売るわけねえだろみたいな、まあ、売るっつったらこっちが持ってるんだけどね、だから、まあ、要するに考えを改めてほしいってことで言いに行くわけですよ。そうすると、まあ、ここ喧嘩になるんですけど、まあまあ桐生さん言っても鬼のように強い人ですからあっさり勝ちます、うん、そしておおおめえすげえじゃねえかってことでなんとなくここが古文みたいになっていくと一つのこのこれ別にちゃんとした組ってわけじゃないんだけど、まあ要するに仲間ができるんですね、はい、でもっと言うとこの力也なんていうのは射程みたいな感じになるわけですよ、うんうん、兄貴兄貴っつって慕ってくると。これ藤原竜也さんが声とかやってるんですよ。こっち泉谷茂さんがやってるんだけどね、うん、まあねこれが可愛いんだ、兄貴兄貴って慕ってきて、しかもすごいこういいやつですから曲がったこと嫌いで、まさに桐生が好きになるような感じの弟分ができて、まあこういうこと、土地買収問題もとりあえず売らないってことになってちゃんちゃんってなるかと思いきや、やっぱりそんなことはなく、その土地買収問題とかをビジネスとしてやっていたのは図書会だったんですよ、まあ、要するに土地買収とかってね、おっかない力を使って無理やり言うこと聞かせるみたいな、いろいろあって、でそれをまあ指揮していたのは堂島大吾さん、東上会6代目会長になられてるんですけど、この時はまあ自分トップですから、東上会で組織もお金儲けしなきゃいけないと、しかもまあ政治家とかに頼まれて裏の力を使って土地買収をしていこうじゃないかみたいなことでやってるんですけど、やべやべやべ、桐生さんが住んでる土地だったと、うん、うん、まああさり手引いてくれます、うんうん、だってねそんなんでここと揉めたらね兄貴分ですし、うん、まあ、そこら辺はあったんですけど、いやいやいやそんなこと言ってる場合じゃねえだろっていうやっぱやつらがいるわけですよ、うん、っていうのが、まあ、ここが龍が如く3のキーマンたちなんですけど、一人が、まあ、峰吉高と、でもう一人が神田剛、うん、でもう一人が浜崎、すごい、すごいね、強そうかっこいい、怖い怖いみたいなね、そう、強そうな名前ばっかですね、そう強そうな名前っていう、まあ、人間たちがいるんですけど、これが今の東上会の、まあ、幹部構成になるわけ。あ、なるほど。東上会の屋台骨を支えてるものすごい強い人たち、まあ、それ以外にも若頭で柏木さんという人がいたり、もう一個一歩引いた立場で真島とかもいるんですけど、うん、実はこの真島も含めて四天王と言われてるんですね今東上会では。で、まあ、土地買収問題とかいろいろあったけど、そんなことやってたら沖縄ではとんでもない事件が一個起こります、うん、でっていうのが中原とかがこういう撃たれてしまうんですよ、突如、まあ、土地を売らないっていうことを決めたじゃないですか桐生と一緒にしたら、凶弾に倒れるわけですよ。ってことはどうしても売ってほしいって人が多分撃ったんじゃねえかみたいな話になるんですけど、そんな時にですね、実は撃った人間はここにスケッチブック持ってる女の子いますけど、この子絵うまくて事件を目撃してたんですね。そう、確認ので見た結果撃ったのこいつだって言うわけですよ。
これなんか覚えてます？覚えてます。龍が如く1の時に出てきて、しかも死んでるんですね。風間慎太郎って桐生の育ての親と。そうです、目の前で撃たれてとか、まあそうなの、その、あ、その後にいろいろあってさらに本当に死んじゃうんだけど、その龍が如く1で本当にまあ亡くなってるんですね、うん、で最後まで桐生のことを守って、うんうん、まあ亡くなってるわけなんですけど、これの似顔絵を描くんですよ彼女が。なんで、うん、どういうことって話になるじゃないですか、うん、ということでやっぱ桐生も風間の親さんが絡んでんだったらってことで事件に、まあ、どんどん寄っていってしまうと、うんうん、俺はもうやらねえって言いつつ、うん、まあ言いつつっていうかね、まあやっぱ気にはなるんで事件にやっていくと。でこれはこれでそういう実はちょっと国をまたいだような大掛かりな事件が関係してきて、まあ大騒動に発展していくんですけど、うん、一方で登場界のお話なんですね龍が如く3っていうのは。どういうことかというとですね、道島大吾も撃たれちゃうんです。ここも撃たれたけど道島大吾も危篤になるんです、撃たれて、まあ、要は桐生さんのために手引きましたから土地は。そしたら多分誰かに撃たれちゃったんでしょうね、狙ってる人がいるってことか、うん、これもこいつが撃ったんじゃねえかと、まあ、言われてるんだけど、うん、驚きみたいな感じで、でどういうこいつを追いかけていく話になるわけですよみんな。なんですけど、まあ、堂島大吾が倒れたイコール何が起こるかというと、ここら辺が黙っちゃいないわけです。ってのは跡目争いってのがテーマなんです。うん、まあ跡目、登場界7代目の、うん、6代目がもし亡くなったら次7代目なんです、うん、その7代目の会長を誰がなるんだっていう話になっていくと。で狙ってんのはこの、まあ、真島はあんま興味ないんでこの3人が狙ってることになってくるんですけど、柏木さんって人、これ実は風間の親さんのとこのナンバー2だって、風間組を継いだ人ですよ。2代目風間組組長ってなんです。この人あんまりちょっと解消のないというか、まあ、頑張ってるんですけどいろいろ、うん、あの人で組織のためには犠牲なんだけど多分後目にはならないだろうみたいな、うん、言われてて、でここが狙ってると、うん、でまあこいつはこいつで喧嘩っ早いし、ここはお金持ってるんですよ。持ってそう。登場界の金庫番って言われてる。いわゆる IT とかを駆使し、あ、六本木にオフィスを構えみたいな、いわゆる株とかの取引デイトレードとかで東上界の金庫番と言われる、東上界のもう資金を全部やってると。でここはここで横浜が根城で、中華街の中国マフィアとかと手を組んでいろいろやってんじゃねえかと。こんな見た目なんですけど作詞なんですよ結構、うん、ここはもうものすごい勢いであのぶつかってくるってタイプなんですけど、この3人がそれぞれ覇権を狙うためにやるんですけど、7日ですよこの追っかけていくと、この人は実は弟だったってことが分かってきたりとか、え弟がいたんですよまあ売り二つだっていうのはそういうことかってことなんですけど、実はこの風間慎太郎の実って風間ジョージとか出てきたり、でも彼はなんと CIA の人間だったりとか、アメリカの、じゃあ CIA なんてなんて出てくるのっていうと、実はこの大きな土地買収とか政治とか絡んでる中でものすごいそのアメリカとか、まあ、軍事とかいろんな政治とかの要素が絡まってる事件だってことがだんだん分かってきて、しかも大吾も既得、搭乗会も行きかかった船なんとかしてやんねえとっつって桐生が一生懸命この搭乗会のを乗っ取ろうとしてるこいつらの野望をそれぞれ打ち砕いていくってのが龍が如く3の大きなお話だと、うん、はい、というわけでここまで龍が如く3の基本的なお話を説明してきたわけですけど、じゃあ、まあこれがまた龍が如く維新になるとどういうふうになるのかと、まあお決まりのいますね、坂本龍馬はいると。でついでに今まで紹介してこなかったですけど紹介しておくと、遥も、遥っていう、かわいい、これどういう人かっていうとですね、龍が如く維新では本編とはかけ離れてるんですけど、この子と彼で同じ家で、野菜栽培したりとか動物飼ったりとかそういうゲームが実は入ってまして本編のストーリーとは別なんだけど、まあ、登場しますよと、うん、いう感じです。まあ、またちょっと龍が如くに似たような関係図になってくるんですけどね。で、まあ、それは置いといて、まあ、坂本龍馬いますけど、ここで一番紹介しておかなきゃいけないのは実はこいつです、峰義高、彼が土方歳三になるんです。土方さん、うん、でもう一人彼、浜崎豪、伊藤かしら、これちょっとですねいろいろ説明しとくと、ちょっと一回これ話しますよ。新選組っていうのが維新には出てくる、まあ当然なんですけどね、
新選組、うん、新選組って局長近藤勇って人なんですよ、うん、聞いたことぐらいある、はい、うん、で副長って言われてる、鬼の副長と言われてる、実質的にその舞台をすごい取り仕切ってた人っていうのは土方だと言われてるんですけど、うん、それがまさにこの彼、龍が如く3の時、大悟がいない時も彼が支えてたわけですよ、登場会を、ものすごい勢いで、そういうまさにナンバー2というか、要するに帝王の補佐をするみたいなのがもう鬼やね。しかもこうなんつうの、規則に厳しく、自分に厳しく、そしてすごくよく働くみたいな、その代わり感情はなかなかね冷徹で出さないみたいな、すごくあの怖いリーダーシップのある人なんですよね。でそのキャラクター性そのままに今回龍が如く維新では新選組の副長をやると。そしてその副長の横に参謀っていうポジションがあるんですけど、さっき作詞だって話しましたけど、うん、この浜崎って人すごく作詞なんですね。龍が如く3の時も唯一実は桐生と戦ってません、うん、みんな桐生にぶっ飛ばされるわけですよ、ここら辺は。まあ当たり前ですけど、もうこいつはもうコテンパンにやられます、うん、でここもやられたりするんですけど、こいつだけなんとラストに登場して桐生を刺すっていうね、うん、これもいきなりネタバレというかラストシーンの話なんだけど、もう桐生のせいで人生めちゃくちゃになるんだけど、やっぱやることは汚いですよ。そして自分の手は汚さないというか、うん、いう人だったりするんですけど、まさにそんな感じで作詞参謀ということで伊藤貸したろ、これ実際にいた人ですよ、の役をやっていて、新選組を副長が率いて頑張っていろいろやっていくんだけど、裏でいろいろ考えて何かやってんじゃねえかみたいな、いう中に当然真島の一番線がいるという関係なんですよ。だからこうですね、なんですけど、まあ、この横にこうやってだから他の新選組のキャラクターたちが、まあ、登場してくるわけなんですけど、まあ、ここで言うとこう、実はもう一人この隊長、何番、10番隊とかまであるんですけど、この人が6番隊隊長井上源三郎って、史実の話をしておくと、近藤勇って多摩の人なんですよ、要するに関東の人、うん、がわざわざ仲間内で京都に行くんです、ご公儀のため名を上げるって、まあ、うん、目的はいろいろありますけど、言ったら自分たちの剣の腕を世に知らしめたいみたいなもので野望を抱いて仲間を引き連れて京都まで行くんですけど、うん、その時のメンツってのがこの土方沖田井上っていうのは一緒の近藤派のメンバーなんですよ。もともと親友です、近藤さんので、沖田もそう、沖田は若いって言われてるんだけど本当はね。で井上源三郎って人はちょっと近藤勇より年が上の先輩なんだけど、近藤勇の同じ道場にいる門下生なんですね。でまあみんなの世話焼き役というか、ちょっと年が上のポジションで、だからまさにこの登場会で若頭ってポジションでいろいろ頑張ってたのと一緒ですよね。こうやって暴れん坊がいるわけですよ、たくさん、おお前ら待てと、うん、でもちょっと井上の源さんに言われると待つしかねえなみたいな、みんないう顔を聞きでいると。でもね、年老いちゃっててちょっと弱いんだけどっていう設定のキャラクターとして出てくるという、まあこういう龍が如く3の時に気づかれたこの登場界の体制ポジションみたいなものが、実は新選組の維新のいや骨になってくる。ここを超越した存在として実は近藤勇っていうのが出てくるんですけど、これはあの船越さんがやってる、まあ新しいキャラクターとして歴代作には出てこないですけど、まあ実質的には新選組っていうのはこの土方が今すごいリーダーシップで運営してますというのがこう維新ではまた見られますよと。でまたいいんですね、この関係が。さっきありましたけど、ここって昔からの仲間内だと言ってますけど、まあ言うこと聞かないです、うん、でもやっぱりどっかで信頼はし合ってるんです、うん、しかもここもやっぱりで、みんなね口にしないですよ、好きだとか、うん、あの信頼してるとか、うん、なんだけど行動で分かるみたいなね、うん、どっかでつながってるみたいな、うん、ちなみにこの土方歳三、まあこれ峰っていうね、もともと役やってましたけど中村獅童さんが声やってるんですけど、まあこれ人気が高くってのは女性の、どうなんですかやっぱ佐々木さん、どう、分かります、何がいい、お金、お金お金持ってるよいっぱい、頭がいいですよね、頭いいと思う、いいと思うっていうか頭いいですよね、見た目もかっこいいですし、やっぱかっこいいんだ、うん、すごいかっこいい、かっこいい、あ、じゃあやっぱ女にモテるんですね。実際ですね、史実でも土方歳三ってのは女たらしというか、すごく女にモテたと言われてる人なんです、そうなんだ、そうなんです、起きた美少年とかいう話ありますけど、実は女関連の
その実は誰が一番モテたかっていうと彼だと言われてる。でも維新の世界では女っ気はゼロですけど、この人、うん、正直この人も、まあ、だから龍が如く3と一緒です。何が目的で動いてるのか分からない人なんです。ちょっと寡黙そうな感じ、ね、そう寡黙で笑わないのよ、うん、笑わない、表情変えない、渋い声で喋り続ける、何考えてるか分かんない、怖いみたいな、怖い怖い怖い、うん、確かにいう人なんですけど、まあそんな土方がどうやって活躍するのかを見ててほしいと。当然ここに斎藤はじめも入ってくるわけですから、坂本龍馬って言ってるけど、まあ、斎藤はじめという偽名で新選組に入ってきて3番隊の隊長に彼はなるんで、要するにこの中に入ってくるわけです、うん、こういう人たちがいる中、彼は嘘を突き通して真犯人を見つけることができるのかというのが、まあ、維新での思いっきり真ん中のストーリーになってくると。そこを楽しんでもらえればということで。いやー、うん、すごいな。なんか質問あります？もう、うん、そこの3じゃないですか、うん、3を今この作り上げている段階で維新のこと考えてたんですか？全くだよ。全く考えてるわけないよ、ね、じゃあたまたま当てはめていったっていう感じ、うん、たまたまって言われると失礼だけどまあそのなんていうんですかね、龍が如く維新って、はい、あの坂本龍馬の話をやりたいなっていうの構想は実は剣山の時からあったんで、2000、まあ、そのもうちょっと前2006、7年ぐらいの頃からいつか坂本龍馬が主人公の龍が如くのスピンオフを作ってみたいなと、まあ、僕は個人的に思ってたんで、まあ、構想も 5,6 年あったんです。なんとなく話はこうなるかなとかいうのあったんですけど、はい、キャラクターってのは作品を重ねるごとにやっぱり作ってみて出してみて、うん、ユーザーの方がこいつが好きとか、うん、これがいいとかいろいろ言ってくれるわけですよ、うん、そういう声を今回は思い切り作品に反映するために後からだから今回決めてる、キャラクター総選挙の結果も若干あるし、それじゃなくてもみんなが例えばこの柏木さんって人実は3で死んでるんですよ、うん、途中で非業の死を遂げてしまうわけです。死んでるんだけどね、まあね、いろんな人からなんで殺したのと、うん、まあ死ぬ必要があったからなんですけど、で復活させてほしいって言うんだけど、まあね、復活なかなかできないんですよ、死んだキャラって、うん、こうやって弟でもいれば別ですけどなかなか復活できないんで、まあ、今回こういう維新というスピンオフタイトルでちゃんと復活してもらって、しかも役どころとしては前の柏木さんを感じさせるようなこのちょっと先輩の、うん、すごい感じさせますよね、うん、ところでみんなの面倒を見てるみたいなところで楽しんでもらえればと、うん、いやすごい、もっと言うと新選組って組織は登場会なんですよ、それ、うん、みたいなもんなんですよ、すごい、そう登場会の人たちのメンツができてるみたいな、だから一筋縄ではいかないしみんな強いしみたいな、うん、うん、だからその現代版の龍が如く その裏社会とか極道の組織の切った旗が好きな人ってのは逆に今回新選組っていう形に変わってますけど、すごくそこは楽しんでいただけると思ってるんですね、うん、時代が変わって、だから毛嫌いせず、時代劇だからといってぜひ興味を持っていただければと思います。というわけで、まあ、今回龍が如くの3以上ですけど、次はいよいよ龍が如く4の説明に行きます。実は龍が如く4ではね、主人公が気流、今まで1人でしたけど、うん、4人に増えてて大きく変わるポイントなんで、あ、やってるもんね、佐藤さんにもいっぱい喋ってもらおうかなということで、次回は龍が如く4の説明になります。はい、今日はどうもありがとうございました。ありがとうございました。疾風怒涛の龍が如く基礎講座、次回は龍が如く4、伝説を継ぐ者を徹底解説、お楽しみに。